ケリー・ピックラーはアメリカ合衆国のカントリー歌手、司会者。フォックス放送のリアリティ番組、アメリカンアイドルで第6位だったことで知られる。2006年、19エンターテイメントと BNA レコードと契約し、10月にデビューアルバム、スモールタウンガールを発売。シングルカットされた3曲はいずれもビルボードのカントリーチャートに入っており、レッド、ハイヒールズは第19位、I Wonderは第14位、Things That Never Cross、A Man's Mindは第16位となり、アルバムはアメリカレコード協会よりゴールドディスクに認定された。2008年秋、自身の名前を冠した2枚目のアルバム、ケリー・ピックラーを発売し、彼女がプロデュースしたシングル、Don't You Know You Are Beautifulは第21位、テイラー・スウィフトとの共作、Best Days of Your Lifeは第9位となり、初のトップ10入りを果たした。Didn't You Know How Much I Loved Youは第14位、マキン、メフォーリンラブアゲーンは第30位となった。2012年、アメリカンアイドル卒業生ランクで第14位となった。ノースカロライナ州シャーロット近くの小さな町アルベマールのスタンリー記念病院で父クライド・ボ・レーモンド・ピックラー・ジュニア、母、シンシア・モートンの間に生まれた。母親はケリーが2歳の時に家を出た2年後親権を求めた。子供の頃父親が刑務所への出入りを繰り返していたため、12歳の頃裁判のご祖父母の元に預けられ、それ以降祖父母に育てられた。元電気工事士の祖父クライド・レーモンド・ピックラー、SR と祖母ヘイ・ピックラーからの影響を強く受けている。2004年、ノースカロライナ州、ニューロンドンの北、スタンリー高等学校を卒業。チアリーダーでミスでもあった。卒業式では、リアン・ライムスのオン・ザ・サイド・オブ・エンジェルスを歌った。ドライブインファーストフードチェーンのソニックでウェイトレスをしていた頃、2005年、ABC のローカル局でGimme the Mike! Charlotte のコンテストに出場し準優勝した。17歳の頃ミスアメリカに応募してミススタンリーとなり、その後2004年ミスノースカロライナに出場した。途中棄権し、パラリーガルになるための勉強に専念することにした。2005年秋19歳の頃、ノースカロライナ州グリーンズボロで行われたオーディションに参加し、ケリー・クラークソンのSince You Been Goneとマルティナ・マクブライドのA Broken Wingを歌い、ハリウッドオーディションへと進んだ。2月にはセミファイナルに進出し、3月9日、最終12名までに残った。審査員のサイモン・コーエルのお気に入りで、最終3名まで残り、毎シーズン優勝者、キャリー・アンダーウッドを超えるだろうと予言された。奇抜な性格で、また、南部美人でもあり、実際の観客の前で歌ったことがほとんどないと、言葉を噛みながら話したりして、次第に観客の心を掴んでいった。3月27日のUs Weeklyの記事で彼女とジェシカ・シンプソンを比較し、どちらも天然キャラの南部美人ということで、第2のジェシカ・シンプソンは、ケリーだという見出しの記事を書いた。自身は、近代のポップカルチャーの分類ではないことを、幾度となく語っている。彼女の話によると、父親はアルコール使用障害及び薬物依存症で、2003年、死傷事件により過重暴行及び暴行罪で、フロリダ州立刑務所に3年9ヶ月服役した。2006年5月6日、アメリカンアイドル離脱から1週間後に出所した。母親は不当たりを繰り返し、1988年、働いていたアルベマールのウォールマートで、精神は安定剤のバリウムの偽造した処方箋を渡したとして、有罪を宣告された。ピックラーの2歳の誕生日の翌日に、両親は離婚。1年後の1989年7月、母親が姿を消した。父親が刑務所に入れられた時、シャーロット北東45マイル離れた、アルベマール郊外の祖父母の下で暮らすことになった。1992年、母親はアルベマールに戻ったがめったに娘である、ケリーと接触しなかった。しかし1995年3月、父親は武装強盗で刑務所にいたため、母親に親権が与えられた。ケリーが4年生の頃、お母さんは2年間私の親権を得たと言っていた。2006年2月、オブザーバーのインタビューで、あの頃母は、肉体的にも、精神的にも私を虐待したと語った。1997年の裁判で、ケリーの祖父母が、母親は、ユニオン郡に、彼女を連れて、児童虐待を止めるよう努力したと語った。しかし裁判所は親権を祖父母に移管した。母親はまた姿を消し、それ以降消息は分かっていない。2006年4月、NBC のインタビューで、私の人生において重要なことの一つに、私たちは他者を許すということを学んだ。私は毎日神様に、私の罪や私がした悪いことを許してくれることをお願いした。だから私は彼らがしたことを許す。私は彼女を許した。何年も会ってないし、今彼女に会ってもわからないと思う。でも彼女は私の母親であり一人の人間である。神様はみんなを愛してくれる。そして私も彼女を愛する。彼女は私の母親だからと語った。2007年2月26日、彼女自身のアイドルであり、強い影響を受けたカントリー界の大御所、ドリー・パートンと会った。ソニー BMG の会長、ジョー・ギャランテの計らいによるサプライズであった。2007年、ナッシュビル・プレデターズの選手ジョーダン・トゥートゥーと付き合いがあり、ヌナブト準州の彼の家族を訪れたが翌年別れた。親友はミスティーンのコンテストからのサマー・ミラー。また、アメリカンアイドルシーズン4優勝者のキャリー・アンダーウッド、2枚目のアルバム、ケリー・ピックラーに収録された。ベストデイズオブユアライフを共作したカントリーポップ歌手のテイラー・スウィフト。2008年に彼女がエイミー・メイヨと共に花嫁改造人を務めたアメリカンアイドルでのルームメイトであるキャサリン・マクフィーなどと親しい。2008年6月、長年ベジタリアンである親しい友人のキャリー・アンダーウッドのように肉を食べることをやめた。最初は健康のためとしていたが、テレビでパメラ・アンダーソンが動物の権利を守るグループペタの CM に出演しているのを見て興味を持っていった。ある夜は私は眠れず適当に Google 検索してみた。ペタってなんだろうとすべての動画を見て恐ろしいと思った。これは動物虐待だ。動物たちに起きている知らなくてはいけないことがたくさんあり、私はとても辛くなりもう肉を食べられなくなったと語った。2009年5月、ペタの世界で最もセクシーなベジタリアンに選出された。2010年6月15日、彼女の亡くなった祖母の誕生日、2年半の交際後ソングライターのカイル・ジェイコブに夕暮れの海岸でプロポーズされて婚約した。2011年1月1日、カリブ海の島に親しい人たちを呼んで小さな結婚式を挙げた。セントジュード小児研究病院を積極的にサポートしており、募金活動の援助やお見舞いなどをしている。他にも様々な機関のチャリティイベントにも参加している。2006年11月12日、ノースカロライナ州の子ども病院、12月16日、ハリケーンカトリーナの被害を受けたニューオーリンズの NFL ユースエデュケーションタウンズボーイズ&ガールズクラブ。2007年1月12日、セントジュード小児研究病院、2月1日、ペニントン小学校を訪れるなどそれぞれのチャリティコンサートに参加した。セントジュードなどのコミュニティや組織に還元できるのはとても素晴らしいこと、とても良い経験であり、誰か、あるいはみんなが助けるということに私自身勇気つけられたと語った。2007年6月15日から25日、マリオ・マグロによるカントリーアーティストが参加するオンラインオークションで孤児をサポートするチャリティイベントキスフォーエイコーズファンデーションセレブリティオークションに参加。第42回ヤクムアワードを記念し、セレブリティのキスマークとサインが印刷されたハンドバッグがオークションにかけられた。2007年、彼女は嘘のツアーに3度参加した。1度目は2007年後期から2008年初期にイラクへ、2度目は2008年12月に、ドイツ、アフガニスタン、イラク、コソボ、イングランドへ、3度目は2010年1月に、ランディ・ハウザーとジェイミー・ジョンソンと共に、イラク、クウェートへの10日間のツアーに行った。彼女は、ハウザーとジョンソンと、戦場の前線の遠隔基地で演奏し、夜には、銃声が聞こえた。2009年8月初頭、ABC のエクストリームメイコバー、ホームエディションで、オハイオ州。彼女はこの家で、無料コンサートを行い、また改築にも協力した。http://www.billboard.com フィーチャーズトップ-24アメリカンアイドルズオブオールタイム-10億408万8662ストーリータグ=フラッシュ1フィーチャーズトップ-24アメリカンアイドルズオブオールタイム-10億408万8662ストーリーページ=2カントリーシンガーエスランナウェイマムカムズアウトオブハイディングローダウン lansinglow.com 2010年5月1日閲覧ケリー・ピックラーデイティングハーファミリー&ザツアー WCNC 15メイ2007リリーブド9ジューン2007アメリカンアイドルリキャップオブシーズン5エピソード12リリーブドオン2006年3月7日アメリカンアイドルトップ24トップ11&トップ9ありがとうございます。